GIBExchange.io でパイが 0.07 ドルで売っていました。はい、こんにちは。パイチューバー、そしてマルチインカムサラリーマンの八野誠でございます。今回はですね、パイネットワークと GIB、GCG アジアのコラボで動画をお届けしたいと思います。まずはね、パイネットワークについてすごく簡単に紹介したいと思うんですけれども、パイネットワーク、スマホで暗号通貨をマイニングできる、まあ、スマホのアプリになります。はい。で、参加するのはね、無料で参加できます。ね、アプリをインストールして、あとは毎日ね、1日1回、ワンタップするだけで仮想通貨がマイニングできると。まあ、実際にはな、ワンタップではないんですけども、まあ、それくらい簡単にね、マイニングできるという、はい、そういうアプリになります。で、このマイニングできる Pi というね、通貨の単位が Pi というものなんですけれども、今現在はですね、未上場なので価格はついていません。ね、将来上場した時に、まあ価値がつくんじゃないかということでね、今、マイニングしていますけれども、今現在としては、はい、価格はついていません。で、私はね、この暗号通貨 Pi ですね、まあ今後伸びていくだろうとね、いずれ、まあ、何年後かわからないですけど、2年後3年後に結構ないい値段になるんじゃないかと思って、はい、マイニングを始めていて、で、まあ、せっかくマイニングやるのでね、はい、自分のそのマイニングしている状況とか、あとはそのコツとかやり方とかね、何かわからないこととかあれば、まあ、動画に撮って、パイチューバーとして、まあ、配信していますと。で、おかげさまでね、1年くらい動画配信してまして、もう100本以上動画が、はい、できてますので、もしね、興味がある方は、ぜひね、動画見ていただいて、まあ、実際にパイネットワーク無料でマイニング始めていただければいいのかなと思います。はい、そして GIB、GCG アジアなんですけれども、こちらはですね、ハイプという、いわゆるですね、高収益の投資プログラムですよと。はい、なので、先ほどのね、パイと違って無料ではなくて、あくまでも投資なので、はい、元本を投資して、まあ、リターンを得るという、そういったプログラムになります。はい、で、もともとですね、2年前に GCG アジアという名前で FX の投資をやっていたのかな。それが1年前に GIB というね、デジタルバンクという名前で、今度はね、まあ、主に DeFi ですかね。はい。DeFi を商品として、まあ、投資配当を得るような商品でしたと。で、それがまた今年になって、GIBX ということで、暗号通貨取引所ね、をやるということでね、こういう名前になって、今はですね、GUSDT とか、トークン X とかというね、暗号通貨を、まあ、軸に、まあ、投資をして配当をもらうというような感じになっています。はい。で、私はですね、これ GCG アジアの時代からね、ほぼ毎日ですかね、動画をアップしていて、もう2年ちょっと経ちますけれども、おかげさまでね、900本以上の動画がありますので、もしね、何のこっちゃとね、興味がある方は、この900本の動画、はい、見ていただければと思います。はい。じゃあね、なんで今回ね、この2つのね、一見あんまり関係ないような、まあ、暗号通貨っていう意味では、最近は、共通点なのかもしれないですけれども、この2つのね、私の発信している動画、コラボしたのかというところなんですけれども、GIBX の暗号通貨取引所、まあ、GIBExchange.io で、Pi が 0.07 ドルで売っていたというね、ウェブサイトを見つけたので、そのことについてね、お話ししていこうかと思います。はい。で、それが GIBX のまあ、暗号通貨取引所のウェブサイトになるんですけれども、これトップ画面で、まあ、いろいろね、出てますけれども、ここですね、GIBX セールというところがありますので、こちらをね、クリックしてみますと、はい。そうすると、今までなんか、ね、トークンセールが行われていたようなものですね。もうすでに終わっているものばかりなんですけども、2020年の9月とか1年前以上に終わっているものばかりなんですけども、これをね、下の方に見ていくと、おやおやおやと、見覚えのあるね、アイコンが出てきましたねと。はい。パイ、ラウンド1、ラウンド2、ラウンド3ということで、はい。こちらをちょっと見てみますけれども、はい。こんな感じでね、パイ、ラウンド1、1パイイコール 0.07USD ということで、どうやらですね、パイを売っていたようですね。で、ちょっと中国語で書いてあるので、日本語表示してみますけれども、はい。で、プロジェクト概要と。
パイネットワークは2019年3月14日に開始されました。これはプロジェクト名パイの由来でもあります。 3.14 なので3月14ということですね。パイのコアチームはスタンフォード大学の2人の博士号とスタンフォード大学の1人の MBA によって率いられており、どちらもスタンフォード大学のブロックチェーンコミュニティの構築を支援してきました。パイは日常の担当者によって保護及び操作されるように設計された暗号通貨及びスマートコントラクトプラットフォームです。パイは暗号マイニングを容易にします。画期的なテクノロジーにより、誰でもバッテリーを消費することなく、消耗することなく、携帯電話をマイニングできますということで、まあ、ここに書いてあること自体は、パイネットワークそのものの情報とね、全く同じなので、多分というかもう、ほぼね、あのパイネットワーク、このマークも同じなので、パイネットワークのパイを売っていたと、はい、いうことになります。ただですね、パイネットワーク、まだね、どこの取引所にも上場していないですし、そもそも今ね、まだブロックチェーンのネットワークに移行していないと、ね、テストネットというところでひたすらテストをやっているような状況で、まあ、今年の秋から冬にかけて、メインネット、ブロックチェーンのネットワークに移行して、その後やっとどこかの取引所に上場すると。で、上場してやっと、まあ、価格がつくということなので、ね、現時点ですね。現時点もそうですし、この2020年の3月25日ですね、このパイが売られていたこの時期にも、そもそもパイは値段がついていないですし、そもそもブロックチェーンにもね、載ってないので、この、もしここでパイを買ったとして、どうやってね、このパイを自分のウォレットに移行するのかと、ね、いう、そういった問題もあるので、まあ、これはね、明らかに、まあ、何かしらの、まあ、偽物とは言わないまでも、どういった、ね、暗号通貨なのかっていうのがわからないです。実体のないものになりますね。だから、買ったとしても、どうやってそのパイを入手するのかというところが全くですね、この画面だけだとわからない。まあ、ログインすれば、出るんですかね。はい、わかりませんけれども、まあ、まずね、ここで売っていたもの、まあ当然もう終わってることなので、まあ、買っちゃった人はしょうがないんですけれども、はい、これはもう確実にまあ偽物であるとね、いうことになります。はい、そして GIBX 暗号通貨取引所 GIBExchange.io なんですけれども、もともとですね、GX.com というシンガポールの暗号通貨取引所がありまして、ここを買収して名前変更したというね、なので、先ほどのパイが売られていた2020年の3月は GIBX じゃなくて GX.com という名前で、まあそういった名前の取引所だったということになります。なので、パイが売られたのは GX.com の時代ということになります。で、詳しくはね、こちらの GCG アジアの動画を見ていただければと思います。概要欄に URL は貼っておきますので、はい。気になる方はね、見ていただければと思います。はい。そしてね、こちらは皆さんにお伝えしたいんですけど、特にパイネットワークやってらっしゃる方ですね。パイはね、まだ未上場の、暗号通貨であり、価格がついていません。なので、現時点ですね、この動画作ってるのが2021年の9月になりますけれども、まだメインネットに移行していません。なので、メインネットに移行してないのに、ね、パイを売買している人、もしくはね、そういった交換所があれば、それは詐欺ですので、はい。絶対にね、買わないように注意してください。ね、そもそも無料でマイニングできるものなので、ね、それをお金を払って買うということ自体もなんかおかしいんじゃないかと、はい、いうふうにね、考えていただければいいと思います。はい、ということでね、まあ、引き続き、パイネットワーク、そして GIB、GCJ 社の動画の方を情報発信していきますので、ぜひね、チャンネル登録と、いいねボタン、グッドボタンを押していただけたら、嬉しいのでよろしくお願いします。パイネットワークまだ始めてない人はですね、ぜひですね、こちらの動画参照していただいて登録してみてください。登録マニュアルとあとパイの概要について話しています。このね、画面、スクリーンショット撮っていただいて、この QR コードからアクセスいただくと
動画が見れるようになっています。まあ、認証ですね。登録した後で電話番号認証しなければいけないんですけれども、そこで認証がうまく取れないというトラブルが結構発生しましたので、そちらの、ね、対処方法についても動画を撮ってますので、それは、ね、こちらの動画を参照いただければと思います。で、登録も終わって認証も終わりましたと。じゃあね、2日目以降何をやればいいのと、ね、2日目以降どういうことが起こるんですかということをまとめた動画がこちらになりますので、ぜひね、こちらの動画登録した人はね、必ず見ていただいた方がいいと思います。結構ね、やることありますので、特に4日目ですね、4日目にやることがありますので、ぜひ見てください。4日目と5日目ね、ここがかなり重要なので、また別のね動画を撮ってますので、4日目と5日目はね絶対見ていただきたいなと思います。6日目はまあ見ても見なくてもっていう感じなんですけどね、こちらの動画もはい、ぜひね参考に見てください、ね、動画の URL、 このね今ご覧いただいている動画の下に、ね、概要欄のところに URL を貼っておきますので、そちらからアクセスしていただければと思います。ということでね、今日の動画役に立ったよということはですね、ぜひグッドボタン、いいねボタンを押していただけると嬉しいです。はい、またね、パイネットワークに関してのいろいろな情報を知っておいた方がいい情報とか、そういったことを動画ではい報告していきますので、引き続きねこのチャンネルチェックしていただけたらと思います。はい、それではハッピーパイデー。